ですね。その通り、早速倒してきたよ。よし、行くわよ。Yeah!
町に戻ってギルドに報告よ。戻ったらアイテムも少し整理しましょう。祈祷します。いらっしゃいませ。これでいい。お買い上げありがとうございます。またのお越しを。ギルドへようこそ。クエスト達成だな。お疲れさん。よし、素材全部ゲットっと。あとは浄化の矢を作ってもらえばいいだけだね。死神さんはちょっと気になるけど、まずはストーリーだよね。ネプテューヌにしてはまともなこと言うじゃない。それじゃあまずはアイテムを調合しましょう。その間にメンテも終わるかもしれないわ。コンパに頼むのが一番いいかしらね。そうですわね。パーティー内に調合ができる方はいないですし、こういう時は町で誰かに頼んでみるのもネトゲの醍醐味ですわ。気をつけてな。次の方、お入りくださいです。やあ、どうも。早速だけど、僕の悩みを打ち明けさせてくれ。いや、打ち明けさせてください。最近、彼女が冷たいんです。だから僕、もう心が擦り切れそうで。彼女っていうか、付き合っていると思っているのは僕だけかもしれない。リアルでは会ったことないし。だけど、かっこいい、大好きって昔はあんなに言ってくれたのに。あまり気に病まないことです。人は仲良くなるほど、そういった言葉を口にしなくなると何かに書いてありましたです。彼女というのは仮の結婚のことですよね。関係を進展させ、真剣にお嫁さんにしたいと考えているから、そこまで悩むのでしょうね。結婚だなんて、僕なんかと姫が、そんな一足飛びなこと夢にも。今日のところはこの辺りで失礼させてもらう。違ったのでしょうか。そういえばアルスガルドでは同性婚をされる方が本当に多いですね。ロマンチックです。ああ女神様、どうか迷える子羊にお導きを。ストーリーの攻略は順調？今は順調かどうか怪しいかも。なんかもういろんなことが起こりまくって大変だったんだよ。あらら、一体何があったですか？なるほどね。次のボスがいるマップが緊急メンテの対象になってると。その間に浄化の矢の素材を集めてたから言っちゃいいんだけどね。で、これがアイテムの素材なんだけど。調合でしたら私に任せろです。皆さんがストーリーを進めている間、私の調合スキルもいっぱいレベルアップしたですよ。おお、それじゃあコンパ、早速調合お願い。それじゃあ素材を預かって、調合のレベルがすっごく高いみたいです。でも誰かにお手伝いしてもらえたら成功する確率が高いです。
です。私が順番に材料を入れるので、ゆっくり混ぜてくださいね。了解。混ぜれば混ぜるほど色が変わって。私たちはメインストーリーをあまり進めていないけど、こういう形で攻略組の役に立てるっていうのはいいわね。私たちのお店でプレイヤーさんたちをしっかりサポートしていくです。無事に入手できてよかったわ。これでボスへの対抗手段ができたということね。ログイン中の皆様にお知らせいたします。イアール樹海にて行っておりました緊急メンテナンスですが、ただいま無事に終了いたしました。ご協力ありがとうございました。ですわね。では早速 ER 樹海へと、その前にブーケちゃんにお話ししてみましょう。うん、そうだね。それじゃあ大聖堂へレッツゴー。聖霊さん、これね、Pの大事なキラキラなの。でも聖霊さんにあげる。片っ端からアイテムや食料を備えているが、
全く何も起こる気配がない。さすがの私も少々焦がれてきたぞ。ちょっと何するつもりっちゅか。決まっている。出てこないなら出てくる気になるよう促すだけのことだ。そらそらそら、ナスをどんどんイケポチャしてやる。さあ食うがよい、精霊よ。あれ、なんかこっちの方から音がするって。誰かと思えばマザコング。こら、誰がマザコングか。私の名はマジェコ。ん？その呼び方にその姿、名前、ゲームの中でまで貴様と会うとは。すげえ、ナスがいっぱいある。あー、やだやだ、信じらんない。ここは逃げの一手だよ。精霊じゃなくてプラネテューヌの女神が出てきたっちゅ。おばはん、まさかあいつに会いたかったっちゅか。バカも休み休み言え。釣り上げた 22.5cm のヘラブナだ。おお、生きがいいね。あ、そっか、娘は釣りスキル上げてるんだ。まあな、休憩中にただ座ってるってのも芸がないだろ。釣れるのはまだまだ小魚ばっかりだが、ようやく 20cm を超えるようになってきたんだ。 22.5cm か、私の靴のサイズと同じくらいだね。そう言われるとなんか小さく見えてきたぞ。この程度で満足してちゃダメってことだよな。今に見てろよ、そのうち川の主を釣ってみせるからな。すごいのが釣れたら教えてよね。みんな集めてパーッと解体ショーしよう。教えてベルベル。さあ、お茶の豆知識のお時間がやってまいりましたわ。本日のお茶はポピュラーな緑茶である煎茶。たまには紅茶以外もいいですわね。紅茶専門店では緑茶やウーロン茶も取り扱われていることが多いのですけれど、これらのお茶、実はみんな全く同じ植物から作られていますのよ。ご存知でした？素材は同じでも製造工程や発酵度合いの違いで様々な種類のお茶になりますの。緑茶は摘んだ後すぐに火を入れて発酵を止めてしまうので、名前の通り緑色を保ったお茶になるんですのね。以上、お茶の豆知識その4をベールがお届けいたしました。それでは良いティータイムを。え、ネプチューヌがいない？ボケを挟まれると説明がややこしくなりますので、抹茶プリンを与えておとなしくしていただいているだけですわ。
ようこそ。気をつけてな。ブーケちゃん、また会えて嬉しいですわ。あ、ペール様、私もお会いできて。あ、今はお仕事中ですね。死神って呼ばれているキャラから瞬殺されたと言っていたり、おかしな出来事が起こっているのだけれど、何か知らないかしら。はいです、その件に関してはすでに GM より報告を受けておりますです。調査が追いつかずご迷惑をおかけし続けていると、運営に代わりまして私からも深くお詫びいたしますです。いいっていいって、データテストなんだし何が起きてもおかしくないしね。それに参加している以上はどんどんリクエスト出しちゃうよ。ブーケ、私たちが力になれることがあればいつでも協力するわ。そうそう、気に病むことはないんだからね。はいです、お気遣い感謝します。ですではストーリーの方に戻りまして、エメラルドの鏡が手に入れば女神様の降臨も間近です。魔物たちも当然必死に守ろうとするでしょう。この先予測できないような何かが起きるかもしれません。それぐらいのスリルがないと面白くないわ。私はそういうの大歓迎よ。私も頑張る。どんな魔物もへっちゃらよ。みんなでここまで来れたから大丈夫か。ええ、どんな強敵が現れようと最後の神器を無事入手してみせましょう。そしてこの戦いが終わったら、私ブーケちゃんとデートがしたいですわ。デート？ちょっと待った、ペールってば。フラグみたいな言い方になってるけど大丈夫？私他の人の死亡フラグまでは折れる自信ないかな。ちょっと森の様子を見てくる。彼女は最後にそう言い残して。ブーケちゃん、女神降臨のお祝いにサラダなんて作っちゃダメよ。絶対だからね。もう私を一体誰だと思っていますの。町に無事帰還して姉妹でデートするのですわ。デートというのは、もしかしなくても一緒にお散歩したりお買い物したりお食事したりキャッキャフーするということでしょうか。ええ、その通りですわ。どうでしょう、前向きに考えていただけませんかしら。それはとても楽しそうですが、デートなんてしたことがないですし、私にはまだ早いと言いますか。私がエスコートしますので大丈夫ですわ。お返事はいつまでも待ちますので。はい。それにしても驚いたわね、ブーケちゃん。ストーリー以外のことでも随分いろいろ話してくれるようになったじゃない。私も今度もっとのんびり話がしてみたいわ。ブーケちゃん、私も、私とも遊びに行こうよ。私はおすすめの本を紹介し合ってみたいわね。この世界にも神話の本がいろいろあるでしょう。皆様までデートのお誘い？私オーバーフローを起こしそうです。ちょっと大丈夫？こんな調子で本当にデートなんてしたらまた倒れるんじゃないの？ベールと二人でどこかに行かせるのが一番心配。先の楽しみもできたことですし、死亡フラグなんてバキバキにして頑張らなくてはいけませんわね。ようこそ大聖堂へ。女神のご加